コツの趣味部屋へようこそということでね、前回の続きです。はい。前回も申しました通り、くじのね、開封をしていきたいと思います。まずはね、下の章からいきたいと思います。ということでね、一番下の章といえば、はい、愛称小皿です。はい。まあもちろん、お察しの通り、ブラインドパッケージということでね、何が出るかわかりませんということでね、こちらをね、3つ、はい、ご紹介したいと思います。一応ね、開封するにあたって結構これがめんどくさいんでね、中に箱の中に箱があるんでね、とりあえずその中の箱まで、3つとも開封して一気にパッてお見せできる状態まで持っていきたいと思います。はい、ということでね、開封して、中箱まで持ってきました。はい、こういう感じです。はい、なんかビックリマンチョコのウェアハースみたいになってるけどね。ではここからね、一つずつ、開封していきたいと思います。では早速ね、行きましょう。1個目から。はい、じゃあ観音開きなんでね、行きますよ。とりあえず狙いはトランクスです。もうトランクス一択ぐらいの勢いで行きます。せーの、パン。あ、ベジータですね。はい。おー、ベジータ。ベジータもいいね。かっこいいね。この墨式ってほんとかっこいいよな。はい、ということでね、1個目は、ベジータということでね。はい。では、2個目に参りましょう。早速いきます。パンパーンとねいきましょう。テンポよくいきます。せーの、あ、ちょっと待って、せーの、ドン。わ、キャッキャッ、きた。うわ、なんという幸運。素晴らしきかな。かっけー、トランクス。うわー、マジかっけー、トランクス。イケメンだなー。うわ、かっけー。いや、これはすごくいいですね。いや、やったね。そうするとどうすっかなー。お目当てのもんが出たから、そうなるとこのラインナップからすると、あ、スーパーサイジン2のご飯、これ欲しいな、うん、よし、ご飯狙いでいくぜ。いきます。ラスト1個、せーの、じゃん。あ、え、ちょ待ってくれ、これバーダック前回出たぜ。ダブンだったら悟空の方にしてほしかったなぁ。マジかよ、バーダックだよ。ダブったなぁ、バーダック。いや、まあ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 、でもね、お目当てのトランクスがね、出てきてくれたんでね、もうそれだけでもう満足ですね、この小皿、小皿編に関してはね。いやぁ、嬉しい。これは嬉しい。はい、ということでね、今回の、動画は以上になります。続いてはね、次の動画では H 賞の色紙、こちらね、今んとこ、悟空とベジータのね、やつ色は出てません。3つめくったのに。はい、果たしてね、お目当てのものが出るのかどうか、リベンジになるかどうかね、そちらをこうご期待ということでね、ぜひね、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。